動産産業ではこんなロボットがいると、これ絶対できるはずだよ、次に。で、もうこれ作りましょうっていうのを働きかけるみたいな役割をどんどんデザイナーがやっていかなきゃいけないし、日本の中っていうのはそういう落ちてる、なんかね、すごい技術なんだけど使い方が全く理解されてないものとかいっぱいあって、あれをね拾ってつなぎ合わせるだけでもね、その間のボトルネックってガンと上がると思うんだけど、多分今それが一番急務ではあって、でそれが例えばこの感覚として持ってるものを本当に実現するための幅を圧倒的に広げる可能性もあるし、そこのなんか社会的な役割みたいなものを僕らが持って意識していかなきゃいけないんだろう。安藤さんの事務所が働いていたときに職務地でやるのが、まあ、昔じゃないけど今僕たちがやってるような経営でスケール感覚っていうのはそこにあったと思うんですけど、まあ、コンピューターに入ってそれでそのスケール感覚の取り方っていうか、どういうふうにそのことをやっているのかなとか、どういう感覚になったのかなって。まあ僕の場合は僕の場合でしかないんだけれども、やっぱりもともと安藤事務所で基礎を叩き込まれてるっていうのは、これをやる上で圧倒的なメリットにはなっていて、やっぱりコンピューターでやってるからこそ逆になんだけど、じゃあコンピューターで例えばプロセスモデル全部作って施工まで管理できちゃうといった時に、これまで以上にベニヤ板っていうのがどういうものか、ベニヤの小口にネジを打つってどういうことか、何ミリのどういう素材のどういうベニヤだったらこれは割れないけど、ここにどういう加工をすれば割れちゃってどこどこで、この何どんだけのスパンにどういうものを置くんだったらどこっていう、結局すっごい生なものの理解がこれまで以上にないとこういうデザインって結局できないかと、ジレンマであり、いろんなそこが逆に面白いところだと思うんだけども、これまでだったら現場に行って現場のおっちゃんと喋ってそこの段階で考えればよかったことが、設計のすごい初期の段階で考えなきゃいけないことも出てくるし、逆にこれまでの手法だったらここの時点で全部解決しとかなきゃいけなかったことが後で何百万通りも自由にできるような形になると、設計のプロセスの中でいろんなことがこっちに来たりこっちに来たり分散したりギュッとなったりっていう、そのどっちがいいって話じゃなくて、これまでのものに対して違うプロセスが生まれてきている、でそれぞれの良さ長所短所っていうのを僕らがどれだけ消化できてて、それをうまくスイッチバックしながら使い分けられるかっていう話だと思うから、そういう意味で言うと僕の場合は安藤事務所ですごい典型的な現代建築の作り方とかものの作り方っていうのをやってた上でこれができてるっていうのもすごいいいことだし、だからスケール感覚っていうのもものとして作ってるのがあるから、この中でもリクエーションができるし、ただね逆にそれをやってると、例えば古い世代の建築家の人が典型的に言うのは、コンピューターもうそんな議論はね、本当は90年代初頭に終わってる話で、何を今更って話なんだけど、未だに日本でコンピューターがどうこうって話になると、いや、コンピューターはですね、使うとスケール感覚がわからなくなります。それは大問題です。だからいけませんっていう、よくわからない三段の日本になっちゃうんだけど、あれはおかしな話で、日本的っていうのか分かんないけれども、コンピューターを使うことでスケール感覚があやふやになってどこどこ、それは確かに問題ではあって、それが例えばアメリカの教育なんかで言うと、もう明らかに誰も気づいてなくて、こちらから見るとアホかと思ってするんだけど、それはもう何千あるいろんな可能性の中の一つのことが問題だって言って指摘してるだけに過ぎなくて、例えば100あるけど 1% の欠点を指摘しただけだと。だけどその 1% の欠点があるから、じゃあ全部ダメだってことには絶対ならない。でもそのサンダル論法ってすごいです。100のうちの1の欠点を証明しました、だからこれは全部やる価値がありませんって言って日本でこういうのをやれてきてないと、それはおかしくて、逆にね、例えばコロンビアとかっていうのが今90年代じゃないからデジタルスタジオをずっと20年やってきて積み重ねてきて、今そのすごい価値を生み出し始めてるって、やっと20年かけてっていうのは、最初のうち多分 99% 失敗した、
で、それのうちの 1% の可能性っていうのを意識的に拾い上げて拾い上げて、それを次の年に2倍にして2倍にしてっていうのを10年以上かけてきて、やっと今すごく面白い可能性が見えてきて、そこで大事なのはそのプロセスを経てきてるから、使う側もしくは評価する側がそこの何が面白くて、そこに到達、その感覚がどこがすごいのかっていう感覚がその中に育ってる。それをやってきてるから。でもそれはいきなり横から見ても見えない。でもそういうのを育てるためにはやっぱり5年10年って時間はどうやったって必要で、でそれをさっきみたいな議論でスケールが間違うから危ういとか、なんかディテールができてるように見えるからあかんとか、そういうしょうもない 1% を論破したことで全部論破したことになってるみたいな議論に負ける必要は全くなくて、そこは失敗は失敗であることは徹底にして、99失敗してもいいから1の可能性を引き上げるという感覚でやっていかないといけないかなと思います。はい、かなりその新しい価値観と経済性みたいなところで強調されていると思うんですけど、やっぱ僕たち学生って現状を知らない、物ができてるプロセスが現状って知らないんです。で、その時にどこがどういう物ができてるプロセスが実際どういうもので、で今実際に佐藤田さんがやられているその物作りっていうのは、それに対してどこの部分がどういうふうに経済的なのかっていうふうに言えるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。今の時点でまだ経済的ですって自信持って言えるところまだ行ってなくて、やっぱり物が新しくシステムが生まれていく最初の頃っていうのは、やっぱりそれを実現するためにはこれまでよりもお金や手間がかかるんです。どうしようもないところだと思って、それがじゃあ実際に本当にそれが例えば経済的にとかいろんな意味で合理的に回っていくためには、結局ね、設計者としての僕らだけじゃなくて、施工者もで施主もメディアもで、いろんなファブリケーションをやる社会全体っていうのがある程度のレベルまで上がってきて、その価値観というかその作り方とかその新しい手法の何が強みで何がポイントなのかっていうのが共有できてきて、初めてそれがそのサイクルとして回り始めて本当に合理的になってるから、それを例えば僕らがいくら原理としてはこうなんですよって言っても、今の時点でそれが実際に回るかって言ったら回らなくて、ただこれをどん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 こういって啓蒙活動的に広げていかない限りは、それが本当に回るような社会にはなっていかなくて、でそうならないといけないから、そのためにはもうとにかくみんながこう意識を変える努力をするっていうのがどんどん広がっていって、初めてこういうのが動くようになるんで、まあ、今の時点ではじゃあ本当にこれが今言ったぐらいに啓蒙として動くかって動かない、そういう施工技術とか、まあ、やっぱ社会全体の意識で、それが広まってきて、あるレベルまで浸透してきて、初めてこれが本当に合理的にパワーを持っている。明らかに30年後考えたらそういう社会になってるわけだから、それをじゃあ今やらないで、後に伸ばすことのメリットは何かあるか全くないから。だってやんなきゃいけないんだったら早くやろう。
新しい垣根がまた出てくると思うんじゃないか。もうこれまでの垣根っていうのはやっぱりどんどん薄まっていく方向になると思うから、そうならないとね。